ちょっとだけ風力が悪いくらいなんです。腰が痛くなりませんか？それで。ここがおかしい。そこおかしいですか今？はい、はい、わかりました。そしたらね、ここでストップですね。ここで蹴るようになるんです。蹴って蹴ったらできます。蹴って、はい、そう、はい、そう、はい、蹴って蹴る、はい、蹴って蹴る、蹴って蹴る、はい、指で蹴ってください、はい、そう、はい、そう、はい、そう、はい、指で蹴る、はい、蹴って指で、はい、そう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 、はい、こうやって今浴びてますけど、さっきのここの彼はおかしいの、違和感はどうなんですか？もう蹴ることいいですね。あ、蹴る、でも違和感どうですか？今浴びます？そう言われたらないでしょ、軽いよ、軽いでしょ、うん、そしたらね、ストップしてね、首をね、ゆっくりでいいからぐるぐるって回してください。どっちから引っかかりますね。すごい回しにくそうやね、回しにくそうやね。いつもこんなこんな、あ、もうちょっと前に行きました。はい、こういうの回してください。はい、すごい回してください。いつもそんな感じで、めちゃくちゃ遅いゆっくりですね。だから、組み硬いんですね。硬いから、やっぱり回しにくいね。うん、まあ、いいな、いいです、はい、そのまま行きましょう。はい、今みたいに蹴ってくれて、はい、首がどうなるか見ましょう。3往復きました。はい、どうなるか、はい、どうなるか、3往復したらどうなるか分かりますから。腰も腰も出てきます。はい、すいません、あ、ちょっとだけね、早く起きて、あ、それぐらいです。はい、あんまりあれだよ、歩かないですね。歩くのも得意じゃないですもんね。はい、これで2往復なんです。もうここまで行ったら、はい、あと1往復だけ飲めます。もうそれで終わりますからね。はい、はい、でもいつもより早いでしょ。いつもあなたが歩いてる感じよりか早いでしょ。はい、早いですね。で、ストップして組みましょう。あ、先よりずっと早いの分かります？あ、そうですね。ちょっと回しやすくなったでしょ。そうですね、そう言われたら。でしょ、うん、ということは今 3往復しただけで首の筋肉柔らかくなる。だからぐるぐる回すんだ。だから腰今そんなに痛くないでしょ。え、どう思います？キツネにつながれた、騙された。回すことと、この歩くことのことしか考えてない。考えてなかったけど、腰は、ね、今見たら違うんですよ。違うような気がするでしょ。あ、冷やしたらいいんですよ。はい、そんな感じでも、それぐらいの感じでどん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 体が使ってる。それが日本人の古来のあれかな。でもやったことないですよ、そんなこと。でも歩いたらちょっといつもより早かったでしょ。あ、背中押したけど途中でやめたでしょ、最後の、はい、最後やめた時ちょっと早かったです。早く歩かんと意味ないのかなと思って。あ、そうなんですね。基本的には早く歩く。あ、基本的に早く歩く。ちょっと早くなる。まあまあ、後で分かりますから。早くなる。うん、座ってください。分かりました。